STS-77 は、スペースシャトルの77回目のミッションであり、エンデバーの11回目のミッションである。1996年5月19日に、ケネディ宇宙センター第39発射施設から、打ち上げられ、10日と40分で地球を161周、し、第33滑走路に帰還した。このミッションは、宇宙の商業利用の扉を開くものであった。 乗組委員は、スペースシャトルで運ばれた商用のスプスハブモジュールを飛行の真中運用し、微重力実験を行った。このミッションでは、人工衛星スパルタン -207 イヤへの展開と、回収や試験衛星とのランデブーも行われた。ペイロード米では、テクノロジーエクスペリメンツフォーアドバンシング、ミッションズインスペースとして知られる一連の4つの実験も行われた。 スプスハブモジュールは生物学、電子材料学、高分子学、農学の分野の12の商用宇宙商品開発のための1 4 0 0ラム近くの実験機材等を運んだ。そのうちの一つ、スプスハブモジュールコマーシャルフロートゾーンファシリティはアメリカ合衆国、カナダ、ドイツの国際協力で開発された。電子材料や半導体材料等の様々な 材料を浮遊体で加熱するものである。その他には蒸気拡散で結晶を成長させるスペースエクスペリメントファシリティがある。コダード宇宙飛行センターのスパルタン -207 衛星は将来の宇宙の膨張式構造物の建設に資する目的で膨張式アンテナの実験のために軌道に投入された。90分のミッションで大きな膨張アンテナの性能が試験された。 アンテナはその後投棄され、スパルタン -207 はミッションの最後に回収された。エンデバーのカーゴ内ではミッションを通じて4つのチームズ実験が行われた。GPS アティテュードナビエクスペリメントでは GPS システムの宇宙探査機への高度情報の配信の正確性が検証され、ベンテッドタンクリーセプライエクスペリメントでは宇宙空間における 燃料補給の方法の改良が行われた。リキッドメタルサーマルエクスペリメントでは、微重力下での液体金属、ヒートパイプの性能が評価され、パッシブエロードイナミックリーステーブルイズドマグネティックリー、ダンプとサテライトでは、大気上層での空気力学的安定の原理が実証された。スペースシャトルに設置されたカメラは、パムズ衛星が展開される様子を撮影し、その動きを追跡した。 この飛行の二次的な実験には、ブリリアントアイズテンケルビンソープションクライアキューラー、エクスペリメントや、アクアティックリサーチファシリティ、バイオロジカル、リサーチイン、エイキャニスタ等があった。また、バイアサーブスペーステクノロジーズが設計したプラント、ジェネリックバイプロセッシングアップラタスも搭載され、様々な植物種が育てられて、 微重力化での植物の成長の観察と宇宙での農業の可能性が研究された。STS-77 では、別々に保存された二酸化炭素と水、シロップから炭酸飲料を作成することができるかを試験するために、公式名をフライズジェネリックバイプロセッシングアップラタス -2 というコカ・コーラとダイエットコークが、それぞれ1.65リットルずつ入った。 自動販売機が設置された。気象の左側にある赤色の二つの NASA のロゴの位置、部分はミッション番号を表している。ありがとうございます。